上げましたが、これはスタンドに切れていきます。ファウルボールになっています。今日は2打数の1安打、先ほどはハーフスイングをスイングに取られまして空振りの三振に倒れています。レフトへの打球はこれはどうですか、ホームランになりました。すごいな、これでまずはホームラン30本達成。反対方向に持っていきました。これはもうすごいとしか言いようがない。いやトリプルスリーに向けて打率とそしてホームランもここで達成、まあ、打率は当然シーズン終わるまで分かりませんけども3割6分以上ありますんで規定打席にも到達している柳田。いやすごいなこれ。いや今のこの上からね、はい、ポイント見てたんですけども、まあ、どう見てもファウルにしかならないような近いところで打ってたんでね、まあ、本人も打った瞬間ファウルだと思ったんじゃないですか。それがもう全くスライスせず行きましたよね、はい、あとは盗塁2つだけということになりました柳田です。2桁の10本目のヒットになったホークス。さあそして先制のスリーランホームランを打っている内川、今日は5打点の活躍です。サードへの当たり、レアードさばいてワンアウト。いやすごいホームランですね。しかしこれはもうあっからね、ポイント近くでバットが内から出てるから普通は切れていくんですけどもね、ボールギリギリのところに入るという30号ホームランです。いやどこまで進化するのかというね。そうですね。